河野知世先生の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。今日はですね、先生の生態の醍醐味が潜在意識の活用っていうことをお聞きしたんで、それについて、はい、皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうウキウキでお聞きしたいんですけど、潜在意識の活用って、まあ、前回ですね、前の動画でその潜在意識の中にある、まあ、ネガティブなものを泥の中から沼の中から潜在意識の中のちょっとネガティブなものを取り除くっていうのも生態の一つなんだよっておっしゃっていたんですけど、まあ、それとはまた別に潜在意識を使って願望を達成するというか実現するっていうのをおっしゃっていたので、今日はそれについていろいろお聞きしたいなと思います。潜在意識の泥って言われたんだけど、あのそういう ダークなものではないですよ。潜在意識ってあくまでもその深い、なんていうのかな、ただ透き通ってるものではない、上から見て探せるものではない、まあ、それを手探りで探していくんだけど、まあ、そういう決してその泥とか沼とかっていう、まあ、ダークなものではない、うん、ただ見えないというか、そうそうそう、だからこそ難しいんだけど、まあ、例えば私自身がですね、その葛藤が若い時にね、葛藤があって、まあ、世の中に対するこれでいいのかなっていうものがあったりとか、自分自身の体に対してもこれでいいのかな、なんだろうな、超人願望っていうかね、うんうんうん、やっぱり自分の能力をこう発揮したい、開発したいっていう思いって、まあ、みんなも持ってると思うんだけど、やっぱり若い時はそういうのあるじゃないですか。ありますね。で、あの一生懸命空手の稽古したりとか、中央憲法をやってたりとかしてたんだけど、まあ、それなりにこう自分自身でこう体を鍛えていったりとか、自分のできなかったことができるようになっていったりとかってあったんだけど、なんかそれでもやっぱりこう世の中が右ってなるとっていうと左に振り回されるような自分がいて、でやっぱりこう野口晴親先生の世界っていうのを知った時に、その野口先生はやっぱり健康の自然法っていうような表現をしていますけど、自分の体の中にある自然っていうものが全てを位置づけている。位置づけている。そう。だから例えば風邪をひいたら、まあ、人間の体って、まあ、あの4日後とか7日後とかね、そういうそのリズムがあってこう変化していく。あ、だから、まあ、この風邪は4日後にはスッキリするだろうな、うん、そういうその周期っていうのがある、うん、でそういう周期があると思って理解すると待つことができるじゃないですか。そうですね。ところが今この熱を目の前で下げたいとかになってくると、やっぱりその待つことができない。そうするとそれを解熱剤なりで強制的にこう下げよう、その体の中の自然っていうものがこうだんだんこう理解できてくると、その待ったり見守ったり信用したりっていうことは、もう信用するっていうのは奇妙な表現かもしれないけど、うん、例えばハシカが呼吸器を育てる、水疱瘡が腎臓を育てる、オタフカが生殖器を育てる、うん、まあだから病気というものを通じて体を育てるっていう思想があった、うんうんうん、だから私たちの子供の頃はオタフカになったって、ああじゃあちょっと遊びに行っていいかしらって言って、何すると思う？めっちゃ一緒に遊ばせる。なんで？育てるから、病気がそのいろんなものを育てるから、うん、一緒に移させる。そうそう、だから係に、友達のとこに係に行こうよ、はい、今はどっちかというと逃げちゃうじゃない、はい、じゃなくてその取り込んでいこうとする。鬼は外じゃなくて鬼は内なで、その係ることによって生殖器を丈夫にしていくっていう発想っていうのがあった、まあ、だから強制してますよね。そうそうそう、強制共栄していくっていうかね、もう流行り風邪っていうのもやっぱりその体に合った風邪っていうのはまああって、まあ、それをかかることによってより丈夫になっていくっていうような考え方があって、あとはまあその子供が熱を出す、まあ、1歳過ぎてから熱を出すんですけど、6歳までの熱、高熱でこう先祖からのいろんなあの遺伝的な疾患みたいなものがなくなっていく。6歳までですね。私も何人かあのいわゆる障害って言われてる子どもたちを見たことがあるんだけど、上手に熱を出すとどんどんその障害がなくなってくるんです。
へー、障害っていうのは、ね、人間ってまあいくつもこう成長ラインがあって、それが この能力が高いけどこの辺が低いとか、その子供なんかでもバラバラなわけなんだけど、はい、それがまあ障害を持ってる子供っていうのは、その何かがきっかけでこうその全然こう育ってない、伸びてない、他は伸びててもね、ところが熱を出したりとかするとそれがこう成長してきてだんだんこう揃ってくる、うん、まあ今はね、あの発達障害とかいろいろ言われてるけど、じゃあ僕たちの時代子供の時に発達障害なかったかって言ったらみんななんかもう本当にそれぞれ癖があってね、はい、バカなことをやってたけど、それをなんかこう受け皿としてちゃんとこうなんだろう、そういうものだっていう受け皿があったよね。その熱をこう怖がってしまって下げていくっていうのは、まあ、すっごい私からするともったいないんですよ、うん、ある意味先生からすると、うん、こうまあ、整体してていろいろ見ていくじゃないですか、その整体する人で、あこの子多分熱出した方がいいなって思う人に対して熱出させる整体とかあるんですか？いやそれは強制的にはしない。あそうなんだ。やっぱりそのこのその子が自分のタイミングで熱を出すのが一番ベスト。だから日本語って面白い、インフルエンザってかかるって言うでしょ。かかる。風邪は引く。そう、風邪は引くん、自分で選んで。へ、風にかかるっていうのはね、風邪を引く、引き込む。だからそのさっき言ったね、おたふく風にかかりたいからって連れて行ってもかからない、そういうタイミングとかも。でもそれはやっぱりこう潜在意識的にその子が無意識に選んでる。じゃあもうある意味潜在意識の中に言い悪いってあんまりないの？いや潜在意識にの話になるとちょっとまたあのなんだろうな、潜在意識的な話になってくると、潜在意識にいい種が入るとよく育つし、うんうん、悪い種が入ると悪いものさ。だから潜在意識がいいとか悪いとかじゃなくて、そこに何が入るかって、その負の要因が潜在意識に入ると病気という形で出てくるけど、願望実現みたいな、こうなりたいこうしたいっていうものが潜在意識に入るとそれが実現。だから潜在意識には別にいいとか悪いとかっていうものはない。中に入るものの種類というか、そうそう、性質によるってこと。そうそう、だからそのマイナス的なものはできるだけ入れないようにして、プラス的なものを入れていくっていうことをして。どうやって入れるんですか？簡単に、まあ、これはあのすごくなんかあの特別なことを言ってるような気がするんだけど、はい、あ日常であったのね、まあ、例えば七夕って、七夕、七夕短冊に願い事を書いてね、で最後あの潜在意識でこう一番大事なのは流す、捨てるってことです。だから笹の葉に願い事を書いて昔は川に流してたし、うん、その流すというのが味噌なんです。ある意味忘れる的な。そうそうそう、忘れないと書いてこない。へ、いつまでも覚えてるとダメ。じゃあもう今で、でも今は笹の葉に書くとか習慣ないんじゃないですか？日記書いて忘れればいいんですか？あ、それもあるよね、こういうことをしてるとかね。あとでこうノート見ると書いてあったことが全部書いてある。僕はね、あのこのノグセスの潜在意識の前にあのその例えばナポレオンヒルとかの条件とか、まあ、そういうのがやっぱり潜在意識の活用法っていうのは、まあ、西洋から入ってきたやつがあって、はい、でそのまだ二十歳ぐらいの時にその新聞記事を見てると、そのある会社の経営者がこうやっぱりノートに自分の夢を書いて、はい、それをあの机の中に入れてて、10年後ぐらいに取り出したら全部話してた。へーっていうことを書いてあって、はい、その潜在意識そのもの その活用っていうのはあるんだろうなっていうのは知ってたんだけど、やっぱり決定的なのは野口先生 その潜在意識の活用っていうのを知って、潜在意識教育っていうんだけど、で、あこれはすごい。私はあの、まあ、世の中的にはね生態指導者に見えるじゃないですか、はい、私はもう一番最初に野口先生の世界に没頭したのは潜在意識教育だった。あ、そうなんですね。そうだからどう潜在意識教育をしていくんっていうのが、子供と子供たちに武術をね教えてて100人以上教えてたんだけど、その、まあ、スタッフ 4,5 人でね、うん、その子供たちをどうやって育てていくかってことでこうすごい悩んだ、まあ、先生が厳しい先生だったんで、そのすごいこう指摘してくるんだよね、もっとちゃんと育てなきゃダメだろうとか言うんだけど、その
やっぱりこう意識的な世界なんですよ、はい、しかりちゃんと目を見ろとか大きな声で喋れとかちゃんと挨拶をしろとかっていうそういうやり方だったんだけど、はい、やっぱりどっかすっごい光った、はい、本来、ま、もうずっと後になって小笠原流霊法を学ぶんです。小笠原流霊法、霊、はい、霊法って霊法だよね。その霊法をやったら一切そのこと言わない、ちゃんと目を見ろ、大きな声です返事をしようとかちゃんと挨拶をしよう、一切言わない。ただ自分の身をいわゆるそぎ落としていく。しつけっていう字って分かりますか？身を美しくする、そう、しつけって身を美しくするってことで、そのいつしかね、その身を美しく所作するとか身を美しく振る舞うっていうのが、まあ犬や猫のお手の世界になってる。だから幼児がこうこうしなさい、あしなさいとか、こう犬にちゃんと座ってなさい、待てとかっていう、うん、そういう世界になってる、うん、でもそれはやっぱり自発的な世界じゃない。やっぱり引っかかってたよね、自発的に自分を、まあ、美しくしていく。そう、ちゃんとその例にしろ態度にしろ、なんかこう自発性が出てくるっていうのが、その潜在意識教育っていうものに出会った時に、もう本当にあの野口先生のしつけの時期っていう本は何回も涙しながら読んだとは、もうここに全てが書いてあると。でそれがだんだんね自分の体に身についてくるじゃないですか。で教えてる子供たちがガーッと変わっていく。それこそもう自分が変わったらこの、いやいや、だからやっぱり潜在意識に働きかけるような指導法に、何を、もう本当にいろいろあると思うんですけど、何を意識してらっしゃる。まあ、例えばその武術だけじゃなくて、武術だけで食っていけなかったので水泳もしてたんだけど、はい、その野口先生は息をいっぱい吸ってある女の子が泳げるようになった。でその女の子にその息をいっぱい吸って潜ってから浮かぶからっていうのを教えた、はい、でその子はそれをやったら浮かんでそれから泳げるようになった、はい、よし使おうと思って、はい、で、まあ、それ以外に例えばおへそを見るようにすると体が横になるよとか、膝を曲げると頭が立てるよとか、まあ、最低の基本的なことを教えてくるね。それから水にこうやって仰向けにしてこうやって水をチャプチャプこうやってやってやるんだけど、泳げない子供ってグッと力入れるの、はい、力入れると重くなるんですよ。そうですね、だから溺れた人ってみんな死んじゃうじゃないですか。でも死んじゃってから浮かび上がるんです。はい、だから力抜くから、でこの力入れてるやつをね一個一個、左腕がだんだん緩むよとか、右足が緩むよ、左足が緩むよ、右足が緩むとか、もう体の部分をこう、まあ、ちょっとこう一個一個こう緩めていくようにしてる、はい、で最後に体が緩んでもうチャプチャプしていったら気持ちいいだろ、君はお母さんのお腹の中にいる時に水の中にいたんだよって言ってこう思い出すよ、はい、で気持ちいいっていう感覚とそれがすると結びつくと水が怖くなかったもんね。へ、毛伸びって言ってこう壁をこう、あ、君水泳やったらね、はい、蹴るやつですね。そうそう、で毛伸びをこうピンってやってビーってやるじゃない、はい、まずね溺れ泳げない子はね縦に泳ぐんだよ、はい、縦に泳ぐから下に落ちてくる、はい、で力入れると重くないでしょ、はい、でこう横にいて息いっぱい吸ってごらんって潜っておへそ見てごらんって言ってごらん、じゃあ蹴ってごらんってピンってやるじゃん。で、膝曲げるとすると立つでしょ、うん、そうすると何メートルぐらいかな、5メートルもいかない、うん、3、4メートルぐらい先にいるわけ、うん、でもうこう離れてるじゃん、うん、でパッと振り向くんだよ。その時にものすごい驚くの、みんな遠いみたいな、こんなに泳げてるのってなるわけ、うん、で泳げたんだよって言って、でそっからもうやっていくわけさ。そしたらもうあっという間に25メートルだけど、私には有名だったんですよ。東京の学校って慶応も幼稚舎ももう私学なんか泳げないと進学できないからいっぱい、はい、で泳げない子は泳げないでね、申し訳ないんだけどコーチがみんな泳がすことができないんだよ、うんうん、なんでかっていうとみんな根性的でしょ。水泳部の時どうだった。まあとりあえず泳げ、泳げ、はい、であと何秒だ、そうですそうです、だから泳げない子の気持ちが分かんない。そうですね、である女の人はもう本当に水泳教室行ってたら頭をバーッ突っ込まれた、でそっからもう泳ぐの嫌になったって言って、でみんな水をいきなりかけられたとか、プールにこんなの誰でも泳げるんだってプールにバーッと入れられたとか
そういうのでトラウマになってるわけ。じゃあもうある意味その先生の話を聞いて いると、まあ、できるようになったこと怖くなった子っていう、なんか水とか水泳に関していいイメージというか持つとできるようになって、悪いイメージを持つとできなくなるみたいな。だって怖いよ、トラウマになってるんだよね。だそのトラウマをこう 取っていくっていう作業をしてたわけで、逆にその泳げるっていうのは願望実現の方ですよね。まあそうだよね、まあそんなテクニックなんて教えてないよ。でも水に浮かんだら気持ちいいだろ、重力から抵抗ね、解放されるわけだし、で水が気持ちいいっていうことを思い出せばあっという間のわけ。もうだから結構有名だった、いろんな人が泳げることを連れてきてこの先生だったら泳がすことができるとか言って評判になってたことが、まあそれで潜在意識教育をどんどんね活用していくってことをやっていくんだけど、やっぱ子供たちが変わってくるんだよね、うん、先生と生徒っていう世界からなんて自分を分かってくれる先生みたいな感じなんだけど、うん、他にも先生いっぱいいたんだけど、なんかちょっとみんなが特別心がしてるようなと、うん、だからやっぱり野口先生がおっしゃっていたその潜在意識教育っていうのはやっぱりこう人間の本質なんだなと。野口先生はもっとすごいからね、うん、亡くなった人を挨拶、なんかこう例えばある家に子供があれからね見に行ってほしいって言われて、そしたらバーって階段上がってその頃の部屋に入っていっちゃうんだって、うんうん、何そういうようなことがあったらしい。あ、もう場所が分かんないように、場所というか部屋、まあ、そう家に入って、そういうなんかこう、あと奥様が財布を隠して、酔っ払って帰ってきた先生で財布を隠して、時計かなんかの後ろにこう隠していて、その奥様は上位型なんで、野口先生が降りてきたら、あれ僕の財布はどこ行ったんだろうっていう姿をこう空想して一人でクスクスってこう楽しんでたら、はい、朝先生が降りてきたんだって、はい、でそしたらまっすぐにその時計のとこ行って、隠したところの財布をパッと取って懐にスッと行ってスーッと行ったらなんでわかるんだみたいな感じで、そうそう、だから潜在意識の世界ではみんな覚えてる、へー、それをこう思い出すだけでできるんだっていうね。だからまあその潜在意識の達人だったんだなと思うんですけどね。最後は本当に欲しかったスピーカーが手に入るんだよね。すごい人は持ってないようなスピーカーを持っていて、最後に欲しいっていうのは実は映画館で流してたスピーカーで、うん、それは必要ありませんかって来たって。すごいですね。でそれを揃ってもう欲しいものは全部揃ったって言って亡くなられた。先生書いてたんですかね。あ、書いてた。書いて流してたんですかね。そうそうそう、奥様がある時にその一生懸命先生が書いて紙を丸めてこの中入れてる、この中から見たら欲しいもの、へえ。まあ皆さんもだからやってみられるといいと思うんですよね。じゃあ2つ方向性がありますので、ね、その願望の方とネガティブなものを取り除く、どっちが先とかはないですか。いやだからそれ同時に してますけどね。まあ私たちの仕事はやっぱり生態なんで、やっぱりその人のまずその入らないようにしていくとか、入っちゃったらすぐ取るとか、根深く残ってたらそれをこうやりながら取っていくとか、まあ、そういうネガティブな方法をやっぱり手入れてるかな。願望達成の方のコツとかありますか、書いて流す以外。まあ、これも野口先生のお話になるんだけど、海外に行きたいっていう書いた人がいて、行ったらしい、行けるようになった、はい、で行ったらなんかいろいろすられたりとか、いろんなことがあって散々な目にあったって、はい、先生に僕言ったら、その海外には行けてる、行けてるけどその楽しい会になり、会旅行になりますようにとか、具体的にね、はい、実りのある会になりますように、旅行になりますようにとか、その具体的に書いたのかって言ったら書いてません、だったら仕方ないな、雲かっこよくなんですね。まあそれが一つの秘訣かもしれないですね。それってなんか曜日とかも書くんですかね、曜日とか日にして。いやそれはちょっと分かんないけどね。で私の知り合いの おじいちゃんっていう人は海外に釣られた、飛行機乗れなかった、それだけ見たら不幸じゃないですか、はい、その飛行機落ちたんだって。へえ。やっぱりこうなんだろうな、まあこれは願望実現とか潜在意識の世界って直接関係ないかもしれないけど、やっぱり自分を守ってくれる何かがあって、その声を素直に聞く。あ、私もでもね、細かいことで何回もあるよ、
あの心の声でこっちにやめた方がいいんじゃないとか、こっちの方がいいんじゃないとか、まあ、これ忘れてないとかってあるのにもかかわらず、現実の私がそれを結果的に無視してしまって、あの時にふっとこう浮かんだことを持ってけばいいのに、持っていってないのに、はい、あれが必要だったとかね。あ、だからやっぱりその自分の潜在意識的な、まあ言い方変えればハイヤーセルフなのかもしれないけど、その潜在意識的なものとコミュニケーションできると、まあいろいろ、うん、ね、あるんだろうなと、いい方向に行ける。まあでもその潜在意識の活用っていうのが、やっぱり私自身がやっぱり自分の仕事としてやっている中でやっぱり一番ですね。だから本当はまあその押したり押さえたりとかっていう事実があるんだけど、まあ、そういうのもなく、本当にこう会話だけでね、心理指導も そういう振りも見せず、会話だけで、なんか元気になったっていうようになるのは理想ですよね、目標で。いや、深いですね、潜在意識。うん、まあ、ぜひね、活用して聞かれると。今後もどしどしコツを教えてください。で、まあ、正解の場合はね、その潜在意識そのものは見えないんだけど、無意識を通じて潜在意識に入れるんです。だから、その、氷山の見えてる部分が意識で、はい、水面が無意識で、はい、その氷山の水の中に浸かってるのが潜在意識。はい、光ってこう、必ず、水面通り。屈曲するじゃないですか。はい、だから、その無意識っていうものを、読み取る練習を結構するんだよ。だから体壁的に言うと、パッとお辞儀した時に首に気が集まってから動いてるかなとか、骨盤に気が集まってるから動いてる、無意識にどういう動作をしているんだ、その無意識は何を要求してるんだろうとかっていう、そういうね、目に見えないけど見えてるなんかその世界っていうの、サインというか合図、そう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 、それを読み取る練習をやる。じゃあもう今後はそれを深掘っていきます。なるほど。私自身もやっぱり最初師匠のところに行って、ほら首からお辞儀したでしょとかって言われて、全然わからなかった。これでも訓練でしかないんだよ。音を譜面に落とせる人いるじゃないですか。はい、でもそういうのってね、私たちからするともう超能力。そうですね。でもやっぱりその人たちは訓練してるからだんだんできなかったでしょ。その無意動作っていうものを読み取る訓練っていうのをしておくと、だん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 見えるようになってくる。潜在意識の方も紐解ける、まあ、そう無意識を通じて潜在意識を感じ、すごい奥深くなりそうですね。もう本当にてか奥深いですね。まあそうだね。だからまあ一生かけて楽しそうです、ね、修行というか探求して、ぜひ活用していただければ。はい、願望達成の方のお話でした。はい、ありがとうございます。これは